セフィロスの超巨大化状態で車椅子刺さりをしたら復帰してくる相手を押し出せるんじゃないかなと思ったんで、今回は、おっと、今回は、セフィロスの 超巨大化の車椅子刺さりで相手の復帰を阻止していきたいなと思います。とりあえず弱で追い出そう。よし、で、オッケーオッケー、完璧完璧。うわー。で、思ったのが、これセフィロスが左側じゃないと見栄えがね、ちょっと悪いわ。オッケー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 。完璧。どう？え？完璧。どう？え？よし、とりあえず2段ジャンプまで消して、やべ、速攻掴んでくるとは。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。で、2段ジャンプまでケアして、どう？お、やばい、逆に踏まれたんだけど。これ DA じゃさすがにさ、死んじゃうんかな。いや、ちょっともう弱弱弱。DA しようと思ったけど。あー。よし。あー。あー。よし、こっちにおびき寄せて、よし、オッケー。オッケーオッケー。で、すぐに飛ばない。そう。どう？この圧よ。くそ。あー、決まんなそうだな。よいしょ。オッケー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 。あー、まあまあもういいや、もうこれで。全然できなかったから。まあ、ウルフもワンチャンありだな。ちょっと横火とかやめて、そういうの。ちっちゃ口つきやば。クエヌ振ったのが運のつきか。どう？ああ。とりあえず、ジャック。おお。これクエ、あ、ちょっと。まあまあ仕方ない。忘れてた。はい。どうなる？どうなる？いやー、惜しい。このままだとターンのさ、空前激痛になっちゃう。てか、刺さんなかったんだけど、なんで？ええー、やばいやばいやば。さあ、空前刺さりを見せよう。いやー！